皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木ひろみです。本日は2023年向けの、司法書士試験の初受験生ですね、これからまず一発合格目指して頑張るぞという方に向けてですね、年末年始の勉強法、そしてまた今後の、ね、1月2月3月を踏まえた勉強法についてですね、ちょっとタイプ別で学習進度別でお話をしていこうかなと思うんですが、でまずですね、こちら、まあ、年末に聞いてらっしゃる、もしくは年始に聞いてらっしゃる状況だと思いますので、ですね、まだほとんどの方講義受講中だと思うんですよ。で、今後一発合格を目指すにあたって、まずですね、タイプ別というのが、スケジュール通りに受講できている方とスケジュール通りに受講できていないという方に分かれると思うんですね。スケジュール通りっていうと、例えば通学通信であればその配信だとか生クラス、通学のスケジュール通りに、ちゃんと講義は受けてますという方と、いやいやあそこ遅れ気味なんですという方、もしくはですね、独学で勉強されている方もいらっしゃると思いますが、予定通りに進んでいないとか、予定通り進んでいますという方いらっしゃると思うので、ちょっとそういったタイプ別を話をしていこうかなと思うんですが、まず、スケジュール通りに受講できている方もできていない方も、今後のちょっと状況を把握していただきたいんですね。で、ちょっと画面ぼやけているところあるんですが、一応レックの講座パックでお申し込みいただいている方であれば、3月下旬には一応講義終わる予定になっていると思うんですよ。もしくはちょっとね、通信だと4月頭にかかっちゃうかもしれませんが、一般的に受験会では4月5月6月のことを直前期と多いに言っていきます。で、そして、レックの講座であれば、まずですね、4月中にそこにちょっと画面、ですね、ファイナル編とありますが、スケジュール細かいことはですね、パンフレットだとか、各本校で違ってくるんですが、まあ、ざっくり言うとですね、3月末の3月31日、そして金土日のいずれかで、例えば通学の方であればネレックに行っていただいて、テストを受けると。で、このファイナル編、例えば土曜日に受けるという前提でお話をしていきますと、まず4月1日にファイナル編の1回目、そして4月8日の土曜日にファイナル編の2回目という形で、4月からもう毎週テストとなっていきます。で、このファイナル編に関しては、午前の部と午後の部、各週で、奇数回が午前の部、そして偶数回2回4回6回8回が午後の部の科目、これを解くという形になりますが、本試験だと、午前の部には記述ついておりませんが、ファイナル編、レックのファイナル編においては、午前の部でも、せっかくね、卓越時にレック来ていただく、もしくは通信で受けていただくのであれば、毎回に記述はついてきます。で、ファイナル編午前の部に関しては本番と同じ時間を想定していきたいので、午前の部はまず卓越のみで2時間解いていただいて、でそして休憩挟んでから、そして記述を解いていただくという時間配分的なものになっております。で、この通学スケジュール、例えばお手持ちの受講証だとかで、金曜土曜日曜どのクラスになっているのかっていうのを確認していただいて、で例えば受講証を見ると自分は土曜クラスになってるんだけれども、平日の金曜日に受けたいだとかっていう状況であれば、そこは、事前に手続き必要となってきますので、受講曜日の変更だとか、もしくは、場所を変えたいだとかっていうのを受講地変更の手続き、まあ、できるので、そこは受付のものだとかに相談していただければなと思います。で、ただこのファイナル編に関しては、4月5月とですね、2ヶ月にわたるんですが、まず4月中にファイナル編の1から4回目、これを受けていただくと。で、毎週土曜日に受けるのであれば、4月1日、4月の8日、4月15日、そして4月の22日という形で毎週土曜日に受けるんですが、でそこでその後ですね、1回ファイナルの間に全国公開模試というものが入ります。この全国公開模試、模試、模擬試験と名の付くものに関しては、本番と同じ形で、ぶっ通しで1日、本試験と同じ時間帯で午前の部といて休憩挟んで午後の部という形で、特感じになります。これはぜひですね、通信で受けていらっしゃる方でも、公開模試に関してはぜひ本番と同じ時間帯で本試験のシミュレーションとして受けることをお勧めいたします。でちょっと、もう一回画面ズームしますと、公開模試のスケジュールに関しては、レックの公開模擬試験ですね、全国公開模試というものと、全国スーパー公開模擬試験というものがありまして、で、スーパーとかついておりますが、難易度はどちらも本試験レベルと思ってください。全国公開模擬試験に関しては、まず1回目が先ほど言ったファイナルを4回受けた後、その後全国公開模試、例えば土曜日に受けるのであれば4月29日という形で、まずゴールデンウィークの入り口ですね、そこに受けていただくと。
でその後ですね、また5月からですね、毎週毎週、ね、ファイナルを受けていただいて、ファイナルの5から8回目受けていただいて、その後ですね、6月3日から3週連続で公開模擬試験という形になります。なのでちょっと画面戻しますと、ね、ファイナルを1から4受けていただく。このファイナル編に関しては、1回目が午前の部、2回目が午後の部、3回目が午前の部という形で、その後公開模擬試験、これは1日ぶっ通して本試験と同じ形で午前も午後も受けると。でその後ファイナルの5から8受けていただいて、で、そして、ね、6月から3週連続で、公開模擬試験という形でですね、もう毎週毎週テストという形になってしまうので、結構ですね、メンタルきついのはちょっとね覚悟していただくというところではあります。で、そうすると、まあ、直前期毎週テストという状況になってきますので、ぜひですね、できれば3月末もしくは多少ちょっとかかっても4月の上旬までには、講義を終えたいという状況で、今後スケジュール考えていっていただきたいんですね。でそういたしますと、そのね、講義スケジュール通りに受講できているという方、そして、総講義スケジュール通りにできてないという方、じゃあ今後どうやっていけばいいのか、でここからちょっとだいぶ別の話をしていきたいんですが、まず、講義はスケジュール通りに受講できているという方の中でもさらに分かれると思うんですよ。というのは、講義は受けてて、なおかつ講義と並行してきっちり復習も、そして該当範囲の過去問もしっかり繰り返し解いてますという方もいらっしゃれば、復習はしているんだけれども、過去問演習まだと、だからこの過去問演習まだの部分に関しては1回2回は解いているんだけれども、じゃあ過去問攻略できたというまで言える状況にないだとか、もしくは3番で、受講はしているんだけれども、ただ実際復習までできてないんだよねと、一応受けているだけ、もしくは復習もさらっとした形で終わっちゃってる、過去問もまあ1回解いたかどうか、ね、という状況ですという状況であれば、ただ少なくとも、これ、1番2番3番3番いずれの状況でもスケジュール通り受けているということであれば、先ほどの直前期のスケジュール考えると、今後もまず講義を消化するということは念頭において進めていただきたいと思います。でその上で、さらにタイプ別に分かります。講義スケジュール通りに受講できている、そして先ほど出てきた、過去問ももうしっかり回せてますという方にとってみると、まずですね、当面の目標で、最終的には本試験7月の一発合格を狙っていただきたいんですが、ただちょっとそれだと遠すぎるんですね。そういった意味においては、まずですね、5月の公開模試、ここで点を取りに行くということを目標にしていただきたいんですよ。で4月中のファイナルに関しては、まだまだ4月中ってですね、講義全科目終わって、そして科目の総復習だとか、もっともっと、問題解いて、そしてね、いろんな科目つなげて、そしてまた苦手分野出てきたならば、それもメンテナンスしながらという時期になってきますので、5月の公開模試、ここを目標に、取り組んでいただきたいかなと思います。でその上で、じゃあ、今受けている講義のスケジュール、そして過去問演習、これは今まで通り引き続きやっていただきたいんですが、特に年明け以降になりますと、まあ、大体ほとんどの講義がですね、マイナー科目と言われる部分に入ってくると思いますので、学習済みの科目、特に主要4科目ですね、それのメンテナンスというのを、まあ、並行して、できれば進めていただきたい。今までは目の前の科目最優先という形で進めてこられたと思います。ただしばらくちょっとほったらかしになっている民法だとか不動産等級だとか、そういった部分に関しても、ちょっと離れてるから気になってる状況だと思いますので、そういった学習済みの科目のメンテナンス、これを1月2月3月同時並行的に行っていただきたいかなと思います。そうすると、4月のファイナルに入った時に久々に触るは民法とかいう状況を避けられると思うんですね。で、そして、ただあくまでも注意していただきたいのは、現在学習中の科目、マイナー科目、これがほとんどだと思うんですが、それを最優先することで、これ別の観点から言うと、主要4科目に関して1月2月3月でまたメンテナンスをする時期取れるんですが、マイナー科目に関してはもう1回総ざらいする時期っていうのはあまり時間的に取れないんですよ。そういった意味においては、学習済みの科目に関してはあまり、ね、繰り返す時間はないから、今のうちに、しっかり講義を受けて、復習をする、そして過去問もできれば講義と並行して3回ぐらいは解いていただきたいとこういうところではあります。
で、そういったものも含めてもうやっとるわという方に関してみると、でちょっとその下1月から3月の生鮮東連実力養成編とありますが、こちらレックでですね、中上級2年目向け以降の、2年目以降の受験生さん、が受ける科目別の東連なんですよ。で科目別のテスト、これが1月から始まるんですが、レックの職域講座の受講生さんであれば毎回記述もついてきますので、そういったところにおいては、科目別で問題解きながらメンテナンスしていきたいという方は、もう過去問あるけど覚えちゃってますという状況まで来ている方ですね、それは実力養成編レクの受講生さんであれば半額で受けられるという形になっておりますので、まあ、それを検討していただいてもいいんじゃないかなと思います。特に過去問がもうね問題ごと覚えちゃってるという状況にあるならば、ね、その覚えちゃってる過去問をさらに繰り返してもなかなか学習効率下がってしまうと思うので、そこまで上がっているなら、まあ、実力養成受けてもいいんじゃないかなと思いますが、ただあくまでも、過去問まだ3回から5回ぐらいですという状況の方にとってみると、実力養成よりは過去問とあとテキストの通読ですね、そういったところを中心に、講義と並行して、全3部的にはね、メンテナンス、ただこの学習済みの科目のメンテナンスなんですが、主要4科目に関してでいろんなものを同時並行的に進、触っていくよりは、例えば1月は民事訴訟の講義と並行して、例えば不動産登記、一番気になるものから構いません、不動産登記の択一過去問量が少ないんですとかっていう形であれば不動産登記からで構いません、頭から民法の順番にじゃなくても構いませんので、自分が一番、まだ手薄だなと思っている科目のメンテナンス、これを1月以降並行して進めていきましょう。でこれに対して講義は受けている、ちゃんと一応復習もしているんだ、だけれども過去問演習がまだちょっとね、追いついてないと、一応ね、1回も解いてない、もしくは、ね、1回2回は解いたけれどもという状況の方も、引き続き講義ペースは落とさずに、目の前の科目マイナー科目の講義ペースは落とさずに、 できればもうね、3月末までに講義は終えると、4月の頭までには せめて終えるということを、そこは絶対目標にしてください。その上で、ただやっぱりですね、もう直前期な、1月本試験イヤーになってきますと、ある程度ちょっと学習時間も頑張って確保していただいた上で、プラスアルファ過去問に関しては範囲を絞って、まずは3回から5回ですね。なので、例えばレックの合格ゾーン過去問であれば平成以降分とかの載っておりますが、まあ、大体講師もですね、科目、まああのね、この科目は何貯金何年分でいいですよとか言ってる講師もいると思うんですが、ただ、ね、分野ごとに、貯金5年分または10年分で、これもですね、分野によっては出題料を、例えば会社法とか商業登記の設立部分なんかで言いますと毎年出てますよね、過去問料も多いんですよ、それを平成一期だから全部解いていくというよりは、例えば、ね、平成18年以降分とか、もしくは平成20年以降分とかに絞っていただく、もしくは平成25年以降分でも構いません。で、それも大体どのぐらい回ってるのかなにもよるんですが、で直近5年分または10年分に絞っていただいて、これも、ね、過去問演習、これも同時並行的に進めていただきたいかなと思います。まず言うまでもなく、目の前の科目の講義と復習、そして過去問演習、これは何が何でもこのね、3回から5回まず、ね、広く1回2回解くよりは絞って3回から5回解いた方が、過去問って解いて覚える効果高いんですよ。で、特に過去問は丸×がつくかどうかの確認ツールではなくて、あくまでも解いて覚えるためのツールと、ね、割り切ってください。なので、ね、別に過去問×が、ね、連発してついたとしてもへこむ必要ないです、ね、過去の一発合格者たちも、過去問×だらけという方多かったですよ。でそれでもひたすら過去問解いて、5回目ぐらいでようやく×が三角になって、三角が丸になってとか、ね、徐々に上げていくという形になりますので、ですからまず絞って3回から5回、これを現在学習中の科目加えて、まあ、できればね、前の主要4科目のうちどれかからという形で進めていきましょう。続きまして、講義はスケジュール通りに受講しているんだけれども、ただですね、復習これが思うようにできていない、一応講義受けてるんだけれども、復習もしかしたらこれ足りないかもしれない、全然ブレイクスルーテキストとか読んでないしという状況であれば、これですね、まずただ講義今スケジュール通り受けているのであれば、これも今までと同じように、学習済みの科目、これの講義ペースは止めないでいただきたいんです。
ですから、学習中の科目、ね、復習とあと過去問演習、これは、まあ、ちょっと今までの反省も踏まえてですね、講義と復習とセットで過去問演習、そこまでやって回しているという状況だと思ってください。なので今後の科目に関しては講義の進みを止めずに、過去問演習していくと、復習して過去問演習していく、そしてちょっと頑張って時間作ってほしいです、プラス週に 1、2日、まあ、学習済みの科目の過去問演習の日を作りましょう。でこの過去問演習に関しても、例えば あんまり復習できてないという状況であれば、ね、場合によっては分野によっては久々に過去問解いてみるとさっぱり忘れているという状況もあると思うんですね。なので、一応ですね、過去問演習の日といっても大体の話は一応かろうじて覚えてる、丸がつくわけじゃないけれども解説読めば話思い出せるという分野であれば、過去問、からですね解説読んで、もしくはピンポイントでテキストに戻るでも構いません、これはいずれも分野ごとに5年分かける3回、これをまずことを目標に進めていきましょう。で、まず、過去問から入って大体わかるのであれば解いて、場合によってはもうね、テキストに戻ってテキスト読み込みをする、もともと講義復習中に、講義受講中にそれほど復習ができてないということであればテキストの読み込みそれほどされてないと思うんですね。なので、読んでから解く、そしてもしくは読む、もしくはある程度わかるのであれば間違っちゃっても構わないので解いてからテキスト読む、どちらでも構いません、もう全然わかんないのであればテキスト読んでから過去問解く、ね、もしくはそこそこ、ね、間違うかもしれないけどわかるのであれば、解いてから読む。ただ復習が、ね、今までの受講分、ね、できていないのであれば直前期にあまりテキスト読み込みってする時間ないんですよ、ね、なので、ぜひこの時期に1月2月3月で頑張って、学習済みの科目の、その復習今からでも追っかけ、全然間に合いますので、そこ頑張って復習時間作ってみてください、解いてから読む、もしくは読んでから解く、それを含めて学習済みの科目の過去問演習の日、これを通じて、過去やりたくなかった分の復習もしていこうという形です。これに対して、いやいやスケジュール通りに受講できてないんだよねという方ですね、これもそのスケジュール通りに受講できていないという状況であれば現在、まあ、これ今講義聞いていただいているのが、まあ、例えばその、ね、12月下旬とか1月上旬、まあ、1月半ばぐらいまで、これを念頭に、現在、実はもう全然最初の段階で止まっちゃってるんですよと、民法または不当法もしくは現在、会社保障等法もしくはマイナー科目という状況に分けられると思うんですが、でただですね、遅れてるんですという状況、まだ全然実は民法ですとか不動産ですという方でもおそらくこの動画聞いてらっしゃるってことは司法書士試験自体を諦めたわけじゃないと思うんですね。で、ということでちょっとね、合格これを見据えてスケジュール、もう一回ちょっとね再考していきましょう、スケジュール見直しをしてみましょうという状況なんですが、ではここで現在民法または不当法ですと、で、例えば会社を以降ですね、全然やってないんですという状況の方でいうとちょっとですね、現在民法または不当法の状況だと、2023年の7月で一発合格という目標を掲げてしまうと多分心がついてこないと思うんですね。で、なのでまず本試験までに主要4科目、ね、主要4科目というのが、民法不動産登記会社法商業登記その、主要4科目の主要論点ですから、講義の中でもここは細かいよとか、講師説明している部分でもここはそんな出ないよとか言った部分に関しては一旦もう飛ばしてもらって構いません、ここはよく出るよと言われる部分ですね。そしてテキストでも A とかついてる部分ですよ。でそういったメイン論点に関して、ここをしっかり講義受ける、で講義は全部一通り頑張って進めてほしいんですよ。ただ本試験までに主要4科目の講義をまず受け終えるということを目標に、そして過去問演習も成功して進めてください。そしてここの過去問演習に関してはそれほど出題量が多くないものに関してはもう飛ばしてもらって結構ですから、メイン論点の正答率7割これを目標に、でそして過去問演習に関しても、ぜひですね、範囲絞っちゃって構いません。例えば平成20年以降分とかね、でちょっとそれも厳しいのであれば平成25年以降分とか絞っていただいて構いませんので、ぜひ本試験では主要4科目の正答率7割、これを目標に、7月の本試験を迎えるべくで、ここで今先ほど申し上げましたように講義自体は、ね、遅れているけれども、ただやっぱり司法書試験諦められ
られないから、ね、今後どうしていこうか考えているという状況であれば、まず今年の本試験は必ず受けるということを念頭に、で、主要4科目が7割、ここの、ね、目標を設定していただくと、そうすると、まあね、ね、あの順調に進んでいくと、もしかしたら5月6月ぐらいになんとか突貫で、間に合わせるかもしれないし、もしくは仮に間に合わなかったとしても2年目の勉強のスタートラインが随分変わってくるんですね。主要4科目一通り7割まで上がってますという状況の方でいうと、2年目の勉強全然学習スケジュール違ってきますので、まずそこを目標に進めていきましょう。で、どうしても2023年目標という方は頭から外すことは悔しいかもしれませんが、よほど例えば仕事をも完全にやめて勉強だけの生活に突入できますという状況でもなければ、まずですね、目標を一旦ちょっとね、2023年合格というのは一旦横に置いといて、まずはこれを消化できるかなと。ただもしかしたらこの消化が順調に進めば、目標を途中で2月3月ぐらいに修正していくということも可能だと思いますので、まずそこで、ね、まず再スタートという意味でもスタートダッシュかけていただきたいかなと思います。で、続きまして、いやスケジュール通り塾で受講できていない、現在会社をもしくは商業登記という状況という方でいうと、会社をの入り口にいる方と商業登記のもうねほぼほぼ終わってますという方でも随分違ってくると思うんですが、ただですね、一応本試験、合格目標これは外さないでいただきたいかなと思うんですね。で、でそして受講ペースを上げると、例えば今まで週2コマとか3コマで、講義配信が決まってますという状況であれば、週4とか5ぐらいで消化していくという形になりますが、それを頑張ってちょっとね逆算してってください。4月末まで、にですから、先ほど申し上げたまずなんとか公開模試までに、全講義を終えるということですね、これを目標にスケジュール組んでいただきたいかなと思います。その上で、全科目の受講とそして復習、ここはマイナー論点に関してはここはもうね、飛ばしていいですとか余力があればとか、講義の中でもすっ飛ばした部分に関してはもうここは受講復習の分野すっ飛ばしてもらって構いません。過去問もすっ飛ばしてもらって構いませんので、主要論点に関して過去問も絞りましょう。ね、5年分または10年分に絞ってから最低3回は解きましょう。 ですから、広く 1,2 回解くよりは絞って3回から5回解いた方が解いて覚える効果ってもう全然高いんですね。で、なので、そこを念頭にスケジュール組み直していきましょう。ただ、これも今までよりは相当ハードなスケジュールになりますので、そういった意味においては学習時間の確保というものも、ね、ちょっと頑張っていただきたいかなと思います。ただ、間に合うままに間に合わせるんですよ。で、ただ現在、ね、会社法とか消灯法である程度勉強時間確保できるとかで結構ね生活時間の抜本的な見直しをするとまだまだなんとか2023年合格目標間に合わせられますので、あとはそのスケジュール消化、次第ですから、ぜひそこは不退転の決意で頑張っていただきたいかなと思います。でさらに、スケジュール通り受講できていません、そして現在マイナー科目ですという方にとってみると、ただスケジュール通り受講できていないといってもほぼほぼ誤差の範囲です、なのでこの方は返信とたった 1,2 週間遅れてるんですとかね、2,3 週間遅れてるんですぐらいだったらもう全然、もう必ず一発合格という目標、これを外さずに、進めていただきたいかなと思います。そして、3月下旬もしくは4月上旬までに、復習受けていただく、そして過去問演習、これは5年分とかに絞るのではなくて、できればもう講師がもう言った、範囲の過去問ですね、それをしっかりしていただくと。でその上で現在マイナー科目進んでいる状況であれば、先ほどの方と同じように、マイナー科目の復習過去問演習も最優先でやりつつ、なおかつ学習済みの科目主要4科目のメンテナンス、これも同時並行的にしていただいて、そして、5月1日、この公開模試を目標に、そこで点を取りに行くと。ですから4月中のファイナルに関してはこれ全ての受講生さんにとってみると、まだまだそこは総復習の時期という時期なので、そこはあまり点数は気になさらなくてもいいんじゃないかなと思います。
ということで、ぜひですね、今後、そうですね、過去の一発合格者に聞いてみても、この時期本当に一番きつい時期だと思うんですね。でやればやるほど不安になるし、ね、そういった時期なんですよ。でどんな一発合格者でも、この時期思うように進んでないですという方がほとんどなので、ぜひですね、そういった、ね、なんかね負け気分に潰されてしまうのはもったいないというところで、最後まで一発合格これを諦めずに、ね、今まで頑張ってきたご自身の努力、これを信じて、ね、そうですね、まあ、今更引くに引けないし、なんでこんな試験選んじゃったんだろうというふうにどっかで気持ちあるかもしれませんが、ぜひですね、ここまで司法書士試験に取り組む向かい合ってきた皆さんであれば、ぜひ成し遂げられるはずなので、頑張っていきましょう。で一応ですね、最後になんですが、その不安や焦りに悩んでるといった場合に関してですね、これ一番今の時期多くいただくご相談なんですよ。で、すごく不安なんですごく焦ってしまうんですが、というところですが、なんかこの不安や焦りの解消ってないですかと言われるんですが、もうないです。残念ながらこれ本試験まで続く気持ちなんです。もうそれは普通の司法書士受験生だったらこの時期不安や焦りを感じることは普通だと思ってください。自分だけじゃないんですね、で一発合格者、たちも皆さん、それともうね戦ってきて、で不安や焦りを感じるってことは頑張ってきた証拠なんですね。なのでこの不安や焦りを払拭するのは結局やるしかないんですが、ただやればやるほどまた不安になる、焦りを感じてしまう、なんか足りないんじゃないかと、過去問3回解いても5回解いても罰しかつかないという状況で、何かね一つでも確固たる手応えが欲しいかもしれませんが、ただ確固たる手応え、例えば、過去問バシッと正解できたとしてもね、でも足レベル設問レベルではなんか組み合わせ助けられて答え正解できたんだよねとか、ね、勝手になんか ね足りないところを見出して、何か悩んでしまうものなので、不安や焦りはもう払拭できない。過去一発合格者たちも皆さんそこと戦ってきた。ただ不安や焦りを多少軽くするのはこんだけ頑張ってきたんだというね、今までの自分の努力、これが、ね、自分を今後メンタル支えていくものになりますので、努力、これを頑張って積み重ねていただきたいかなと思います。何が何でも一発合格するんだという目標に関してはできないかもしれないけれども、一発合格できないと思ったとしても、ただあとは皆さんが勉強するかしないかで随分結果変わってきますので、この時期一発合格よっしゃいけるぜという方、ほとんどいないんですね。ですから、ぜひそこを奮い立たせるのは今までの皆さんの努力と、そして今後、ね、やっぱりでもそれでも諦めきれない、ね、こんな生活二度とごめんだという方はですね、残り半年、ぜひですね、もうこれ以上ないっていうぐらい勉強を頑張っていただきたいかなと思います。でそれでも本当にもうメンタルきついんです、ギリギリですという方は、もう1日2日もうきっぱり離れるという時期あってもいいと思うので、そこで自分にとっての言い訳かそうじゃないか、言い訳、これからは自分に言い訳をしないということをテーマに、頑張っていただければなと思います。それでは皆さんの今後の1月2月3月の全力投球、それによって4、5、6月のメンタル随分変わってきますので、ぜひですね引き続き頑張っていきましょう。応援しています。